YouTube をご覧の皆様、オンネットレコードのサウンドデザイナー、音桜六助一人バンドです。これからギターやピアノで弾き語りを始める方に向けて、弾き語り最短のネタという新番組を制作しようと思っております。前回ギターで弾き語りをやりました。私の数多いオリジナル曲の中から、あなた思いをやりましたが、今回はピアノでの弾き語りバージョンでお楽しみお聴きください。前回もはね、ギターバージョンでしたが、今回は、ピアノの、弾き語りバージョンということでお聴きいただきました。基本的に、弾き語りっていうことは、まあギターとかねピアノとか何かこう楽器を持って、弾きながらね、歌を、同時に歌うという、作業を2つのことをね同時にやる、まあ、いわゆるあのシンガーソングライターというね、お名前で、活動されている方が、多いかと思います。まあ、そういうシンガーソングライターにね、憧れ、これから、そういうことをね、作詞作曲も歌も、ライブもやってみたいなという方を、応援したいと思い、このビデオを、制作、YouTube にて配信させていただいております。ご視聴ありがとうございました。もし、これを見ておられるあなたが、引き続きね応援、してやろうと、思う気持ちでね、見ていただけたらありがたいです。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。音桜六助一人バンドでした。